この番組は擬人化したあつ森のキャラクターたちが一つ屋根の下で共同生活する様子を記録した恋愛リアリティショーである。女子追加するか。男二人でテラスハウスはさすがに酷だぜ。ビアンカ姉さん作ります。ビアンカリチャードソンにするわ。じゃあ、え、何この美人。いや、お前みたいな美女が引っ越してきてくれて嬉しいぜ。あ、ごめん、今仕事探してるから後にして。おう。ビアンカ何の仕事させようかな。パチスロライターとかないの。ファッションインフルエンサーにする。いいじゃんその仕事。お前服とか好きそうだし、ぴったりだと思うぜ。トイレしたいから出てってくれない。バスルームで腹筋しないで。いつでもどこでもトレーニング、それがオイラのモットーだ。なんかあんたの汗が染みついてカビとかになっちゃう。湿気で女子が入ったバスルームでの腹筋最高。三角関係だなこれ。あー、耳クソほじった手でサラダ作んないで。あー、オーマイガー。お、いい匂いじゃん。なんで匂うんだ。むしろオイラの耳クソがいいスパイスになってんじゃねえか。よし、もう一回。あ、二回やっちゃう。なんで一回見るの。見た上でそのままかき混ぜるの。これ商品化できそうだな。執筆なんて大嫌いだ。お前仕事向いてねえぞ。え、何がいいんだろう。角形は嫌だってことでしょ。料理にするか。食器洗いのアシスタント。どういう仕事。食器洗い師っていう人がまずいて、その人のアシスタント、食器洗いアシスタント。あ、ちゃちゃまる昇進した。飛び入りコンサートの常連。それ仕事なの。ジュペがクソ、コソ泥に昇進しました。おっと、セクシー。セクシーですね。髪色が水色ってのもあってね。え、初めてドラゴンボールのブルマを見た時のちょっと性的興奮みたいな、そういうものをちょっと思い出しますね。今度こそちゃんと作れよ料理。どこ持ってくの。どこで作んの。素材ごといただく感じ。どういう状態お前。野菜を冷蔵庫から持ってきただけのやつ。なんかせいや。そんじゃ日課のいたずらをしますか。そうだね。じゃあギター弾いてるちゃちゃまるにいたずら、思いっきり引っ叩く。ちょっとちゃちゃまるくん来てくれる。お、まだ、どうした。わざわざ寝室に移動して。はい、ここ立って。は、何が。往復弁当。あれし、ごめんよ、どうしても君の顔が腹立ってピンタしたくなったんだ。よくあるよくある。100色メガネ東京中央無尽に好きが